この土下の排気音も久しぶりに聞くことができて本当に良かったですよ。でこう動画を編集してる時もなんかもねこうチェックしながら、少しずつこう編集で、コメント入れたりとかね、動画切ったり貼ったりとかしてる時にこう、まあ、もちろん自分の喋りもそうなんですけどこの排気音これ聞いてるとね、まあ、本当にこのもうこれ自己満になりますけどこのドカの排気音ってやっぱ独特でいいですよね。で下がね3000回転以下が使いにくいとか、まあ、高回転空冷なんで回んないとかってこういろいろまあありますけど、まあ、これがその空冷 L ツインのまあ特徴ですからね。でこの音でしょやっぱりね、まあ、乗るたびにこうその魅了されてきますよね。わかりますよその、ドカティに1回乗るとねなかなか、その味がね忘れられないっていうかねドカじゃなきゃっていうのがそういう風になってくんでしょうね。まあまんまとそれになりつつある私ですけど、まあ、バイクってやっぱり排気音大事ですよね。その乗ってる感っていうのももちろんそうなんですけれどもやっぱその、まあ、味の一つでもありますよね。でそれを、まあ、好きか嫌いかっていうのはねやっぱその自分のバイクへの愛着とかそのこのバイク乗っててよかったなとか、まあ、ちょっと物足りないなとか、そういうところにもなんかつながってくるような気もします。で、まあ、マルチもねもちろん、まあ、乗ってましたから、良さはもちろんわかるんですけどもマルチはやっぱマルチの良さもありますよね。そして、まあ、こういう、ね、2気筒のエンジンの良さっていうのもあるし、まあ、それが自分にどうマッチしてるかっていうのは実際で、ね、乗ってみないと、それもあの1時間2時間とかのね試乗ぐらいだとやっぱなかなか分かんないと思うんですよね。まあ、少し本当に自分で所有してみて、少しずつこう毎回こう乗っていくたびにどういうものなのかなっていうのをこう肌で感じて、まあ、耳で聞いてそしてそれが自分に合ってるのかどうなのかっていうのはこのバイク乗り換えてよかったなとかずっと乗っててよかったなとかっていうのは、まあ、実際こう所有してみないとね分からない部分ってやっぱりあると思うんですよね。でそれがやっぱり市場だけでは味わえないというものがあるんじゃないかなという気もします。まあ、そういう面ではね、この短期間1年のうちにこうマルチに乗ってねでそして L ツインにも乗ってということで、まあ、いい体験ができた1年でもあります。でその中で、まあ、ないものねだりじゃないですけどやっぱりその4気筒のマルチのね、まあ、上まで吹き上がっていくあの感じっていうのがやっぱり、捨てがたいものも、まあ、もちろんあるんですけれどもこうやってあのどかに巡り合えてねこの排気音マフラーの音なんかをこう実際こう1年乗ってみて、まあ、このバイクでよかったなってつくづく
思いますね。まあ、正直ね、最初乗り換えるとき、まあ、今までずっとその水冷エンジンに乗ってきて、正直その、空冷かって思ったんですよね。乗るなら水冷乗りたいなと思ってたんですけれども、まあ、本当にいい意味で、まあ、機体とは違った乗り味でしたよね。まあ、この良さっていうのは乗ってみないとやっぱ分かんなかったですよね。で、一頃そのブルターレを故障で預けてる時にね、ブロス400をまあ台車でお借りしたんですけど、まあ、あれも V 型ですけれども、まあ、そのバイクブロス乗ってる時はね、あんまその V ツインのエンジンっていうのにね、あんま魅力を当時やっぱ感じてなかったんです。やっぱりあのそれだけ、まあ、ホンダのエンジンですから、まあ、よくできてるんでしょうね。まあ、振動対策とか、あるいはその排気音なんかにしても割とこうその味っていう感じを強く出すっていうよりも乗りやすさをどちらかというと優先して作られたバイクじゃないかなとは思いますね。そういう部分では非常に乗りやすい、バイクだったかなとブロスはね思います。あれはあのバイクでいいとは全然思いますけれども、やっぱり自分のそのバイクの感覚求めるもので言うと、もう少しアクが強くてもいいかなと、まあ、当時は思ってました。で、まあ、そういう面からいくとね、このモンスターに関してはそのどちらかというとその、まあ、独特ですよね。ドゥカティならではのっていうのはあると思うんですけど、まあまあ、本当のドカ乗りの方にするとね、まあ、最近のドカは、まあ、ドカらしくないというふうに、おっしゃられてますけれども、まあ、私は、これのモンスターぐらいでも全然その乗りにくいというわけではないんですけれども、その味という部分では十分満足できる、まあ、そういうバイクに仕上がってると思います。まあ、とても私に合ってるバイクだなというふうに思ってます。まあ、そういうことからもね、こういうバイクに今年は巡り会えて、まあ、本当に、まあ、いい相棒に巡り会えたという、まあ、そんな感じですよ。で、まあ、強いて言うと、まあ、もうちょっとだけ馬力欲しいかなっていう気は正直ありますね。ブルターレの920ぐらいの100馬力ぐらいあると、まあ、もうちょっと楽しいかなと、まあ、そういうバイクに乗ってたっていうせいもあるんですけれども、まあ、ほんの少しなんですけど、もうちょっとだけ馬力が欲しいかなっていう気はしますけど、まあ、それだけまあ飛ばすこともないですからね。でこれ以上ね、排気量が今度大きくなって馬力上がってくると、まあ、空冷でね上がってきたりすると、このモンスター系になると、今度クラッチがね鑑識とかになってきますから、まあ、それはそれでちょっと私困るんですよね。まあ、鑑識じゃないとというお話もありますけれども、私はそこのクラッチの軽さとか、半クラのしやすさなんかから言うと湿式の方がね、まあ、操作しやすいかなというふうには思ってるんで、そう考えるとトータルで考えるとやっぱりこの796っていうのはね、私が求めているバイク
にやっぱ近いんじゃないかなと。まあ、そういうのでもね、自分に合ってるなっていうふうに思えてるのかもしれないですね。